さんこんにちは、しょうけんママです。今日は大根のポタージュを作ります。お漬物やサラダも美味しいですが、たまにはポタージュもいかがでしょうか。この時期ならではの大根の優しい甘みが際立つスープになっています。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず大根ですね。これ皮付きのまま 400g あります。それから玉ねぎがこれ1個。この玉ねぎね、そんなに大きくない、ちっちゃめで 175g ぐらいあります。あとバターが、有塩バターが 10g、 コンソメ顆粒が小さじ1、牛乳が 150cc。 これね、様子によってもうちょっと増やすかもしれません。それから塩コショウ、それからサラダ油が大さじ1、それからお水ですね。これも適量なんですが、これはね、大根をこう煮ていくときに使っていきます。だいたい300から500cc ぐらい必要になります。材料は以上です。はい、それではね、まず大根はね、皮を剥きますね。今日はね、これ皮剥きでね、剥いていきます。大根はね、やはりね、尻尾の部分じゃなくて上の部分の方が甘いので、できればね、上の部分を使ってください。大根の皮を剥いたらね、これをね、一度ね、大根少しアクとかがあるので、これを少し茹でていくので、先にね、下茹でするので、これ適当な大きさでいいです。これ結局柔らかく煮て、最後はミキサーかけるのでね、どんな切り方でもいいです。小さい方がね、早く、まあ、火は通りますけれどもね、すぐ適当に、本当に適当な大きさに、こんな感じで切ります。今のね、大根、これうちの大根なんですけれども、すごくね、柔らかくなるし甘いのでね、とってもね、スープに向いています。そしたらね、切ったらもう直接ね、お鍋に入れてしまいます。そしたら今からこれお水を入れてきてね、茹でます。はい、そしたらね、お水をたっぷり入れたら火をつけて、これ10分ほどでしょうかね、沸騰してから10分くらいでしょうかね、大根に串がこう刺さるまでこれ茹でていきます。じゃあね、これしばらく待ちます。はい、そしたら大根をね、茹でている間にね、玉ねぎもね、切っておきます。これはもう適当で、これも結局茹でて、大根と一緒に炒めて煮込んでいくので、最後はミキサーにかけるのでね、もう適当でいいです。普通に薄切りにしておきます。はい、じゃあね、玉ねぎはこのように薄切りにして用意しておきます。それでね、大根がね、茹だるまで少し待ちます。はい、そしてね、とっても大事な材料を忘れていました。申し訳ございませんでした。あとね、ご飯ですね。普通の残りご飯でも何でもいいです。この炊いたご飯を大さじ2、 30g ほどね、これとろみをつけるために使っていくのでね、これを用意してください。これをね、材料に加えてください。ちょっと忘れていまして、申し訳ありませんでした。はい、これね、沸騰してからね、10分ほどね、茹でました。ちょっと串を刺してみます。はい、こんな感じにね、そこまで柔らかくなくてもいいですが、こうやって串が刺さったので、じゃあね、これをザルにあげてきます。はい、そしたらね、他のお鍋にこれね、サラダ油をまず大さじ1入れます。はい、このくらいでしょうか。そして火をつけます。そしたら玉ねぎをね、入れて、先に玉ねぎをね、これね、あまり強火じゃなくて弱火でね、じっくりこれね、炒めて甘みを出していきます。はい、こんな感じでね、火はあまり強火にしないで、弱火の強火ぐらいで、これじっくりね、玉ねぎを焦げないようにじっくり炒めていって甘みを出します。
それね、茶色くなってしまうと、ちょっと大根のポタージュなので、色がね、汚くなるので、これ、ここはじっくり弱火の強火ぐらいで炒めていきます。じゃあね、もうしばらく炒めます。はい、こんな感じで弱火でね、5分ほどね、じっくり炒めました。そうするとね、玉ねぎの甘みがだいぶ出てきたと思います。ここはね、焦がさないように炒めた方がいいです。そしたら一旦火を止めます。そして先ほど茹でておいた大根を入れますね。はい。そしてお水をですね、これひたひたに入れます。今一応 500cc 用意しましたけれども、はい、300cc ほど入れました。そしたら火をつけます。はい。そして先ほど忘れていたお米ですね。お米というかご飯。炊いたご飯です。これをね、30g 一緒に入れて、これでね、大根と玉ねぎが本当にトロトロに柔らかくなるまで、15分ほど弱火の強火から中火で煮ていきます。はい。それでですね、お水が途中でこれね、少なくなってきたらね、足してくださいね。じゃあ15分ほど中火で煮ていきます。はい、今ね、これで10分ほどね、弱火の強火から中火で煮ました。それでね、もうだいぶ水分が少なくなってきたんですが、一度ね、これ大根がね、ここでは大根がグズグズに本当に柔らかくなるまで、煮ていくので、ちょっとね、まだこうやって抵抗感があるようでしたらね、これもうちょっと煮ていきます。それでお水をね、もう少しね、足しますね。あとね、じゃあ 100cc ほど足します。はい。そして一度火を強めてちょっと混ぜてね、もうちょっとね、この大根が本当に崩れるぐらいまで煮ていきます。今ちょっと12分ほど経ったんですが、もう少し煮ますね。で、またちょっと火を弱めて、じゃあね、もう少し大根が柔らかくなるまで煮ていきます。はい、これで今ね、18分ほど煮ました。もうね、だいぶ大根がもうぐずぐずにね、もうこんな感じ、溶ける感じ。ここまでね、煮てください。今ね、15分って最初言ったんですけど、この大根にもよって違うので、もしあれでしたらもう少し小さく切ってからでもいいですね。そしてもうほとんどこんな感じで水分が少なくなっているので、あと 100cc 水を足しますね。はい、これで結局お水は 500cc 入れたことになります。はい、これでね、もう本当に大根がこうグズグズにもなってます。もう本当にこう崩れる感じね、こんな感じ。はい。で、水分はね、このぐらいの感じで残しておくとか、今ちょっと足しましたけれども、こんな感じでね、もうこれで完全に大根が柔らかく本当に崩れる感じまでなったので、はい、これで火を止めてこれ冷ましておきますね。これ冷めたら、本当に粗熱が取れたら、これをミキサーにかけていきます。だいたい今日は19分ほどね、煮ましたね。これは様子によって、大根の様子によってこれ調節してみてください。じゃあ冷まします。はい、それではね、だいたいね、粗熱が取れれば大丈夫です。熱いのをね、ミキサーに入れるとミキサーの故障の原因になるのになるのでね、粗熱が取れたら大丈夫です。そしたらね、ミキサーに入れて攪拌していくんですけれども、今日のこのね、うちのミキサー、これね、これは1リットルまで入るミキサーなので、全部入りますが、小さいミキサーは2回とか3回に分けてやってください。じゃあね、これに全部入れていきますね。はい、こんな感じでね、全部具材がね、ミキサーに入りました。はい、
それではね、全部具材を入れたのでミキサーにかけていきます。時間はね特にありませんけれども、まあ、なるべく滑らかになるまで攪拌してください。じゃあミキサーにかけます。はい、それではね、滑らかになったと思うので、ちょっとね、見ていきますね。はい、こんな感じです。そしたらこれをね、お鍋に戻します。はい、じゃあお鍋に戻しますね。あー、だいぶ滑らかになりました。これだけでもね、もう美味しそうですね。だけどまだお味付けを全然してないのでね。今からこれにね、牛乳を入れてお味付けをしていきます。もったいないのでね、全部じゃ入れてしまいます。はい、そしたらね、もう一度ね、これをね、火にかけていきます。そしたら火をつけます。はい、そして調味料を全部入れます。まず牛乳を 150cc 入れます。それからコンソメ顆粒を小さじ1入れます。はい、そしてね、こうやって混ぜてね、これね、もうちょっとね、この結構今日濃いめなんですが、もうちょっとサラッとしたのがいい方は牛乳をね、増やしてみたりしてください。今日はね、強いて生クリームはね、入れないでね、作ってちょっとね、さっぱりめにね、大根のお味を生かしたいので、ちょっと牛乳だけでやってみました。これ牛乳の代わりに豆乳でやっても、さらにね、豆乳でやるとね、さっぱりいただけると思います。それからね、これね、煮立ててしまうとこれね、良くないのでね、牛乳入れたら周りがふつふつふつっといってくればもう大丈夫です。はい、こんな感じでちょっとふつふついってきたら、バターね、10g をね、最後に入れます。そしてね、溶かしますね。そしたらね、一度ここでお味を見ます。ちょっとお味見しますね。うん、大根がね、甘くて、今日はね、これ冬のこのうちの大根なんですが、それから玉ねぎもね、じっくり炒めているので、とってもね、甘くなっています。これでね、今コンソメ顆粒小さじ1しか入れてないので、とバター 10g しか入れてないので、ここでね、お好みで塩コショウします。これ本当お好みです。お味を見ながらね、ここはね、調節してみてください。はい、でもう一度混ぜます。とろみは私はこのぐらいの感じでね、ちょうど牛乳の量はいいと思います。これお好みでね、これ足したり減らしたりしても大丈夫です。じゃあもう一度お味見します。うん、美味しいです。もう少しだけお塩をね、入れますね。はい、じゃあこれで出来上がりなので、これで火を止めます。はい、それでは出来上がったのでね、盛り付けていきたいと思います。とっても美味しそうです。はい、このようにね、盛り付けました。そしたらね、これお好みでいいんですが、これトッピングをね、今日はね、うちのね、大根なので、この大根の葉があるので、これを塩でさっと茹でてね、ちょっとみじん切りにしておきました。これをね、少しね、上に彩りにね、今日はのせます。はい、これで大根のポタージュの出来上がりです。とっても美味しそうにできました。今日はね、強いて生クリームは入れないで牛乳だけで作りました。とってもね、牛乳だけだとさっぱりめで、大根の甘さと玉ねぎのね、甘さがとってもね、感じられて美味しいスープになります。はい、それではこんな風に出来上がったので、温かいうちに試食してみたいと思います。じゃあね、いただきますね。じゃあちょっとわかりやすいように、はい、今日はちょっとね、大根の葉っぱもね、乗せてみました。とってもね、緑で綺麗です。じゃあいただきます。うん、大根と玉ねぎがね、しっ
かり煮込んでいるのでとっても甘みが出ていて美味しいです。うん、これはとっても温まります。ぜひね、ちょっとミキサーにかけるところだけね、ちょっと手間ですが、とっても滑らかになって美味しいね、ポタージュになるので作ってみてください。とっても美味しくできました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。他にもスープや大根を使ったレシピの動画もたくさんあるので、よろしければご覧になってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。